まず雲のカタログこれいい本でした草に思うと書いて創始者創始者はとっても良質な出版物を出します定価1900円プラス税は安いと思いますほぼ全編写真ですからただし本がまあ、小さい本じゃありませんけれども雲を描くにはもう一回り大きくないとという気はしますで、雲というのは大きく分けて何々 うんとつくものは10種類だそうですねじゃあその中に飛行機雲は入ってませんさあ入るわけがないです。昔からあったわけじゃないから要するに湿度が高いって,言ってで上空行ってあの一瞬にしてあれが凍るわけですねそういう時に飛行機雲が出るんで飛行機雲は本来だから雲の部類には入らないわけですからで雲のカタログはそれからまあ、巻いてる雲だから剣雲っていうのこれは分かりますね それから毛のようにさっと秋なんかにある「毛上雲」っていた、うん、大体あとはそうですね小田原あたりに出てくるのが北条宗雲ね <laughs> そうですね時々面白いことを言わないと工藤さんが退屈するもんですからね <laughs> 波のように出るという「波上雲」とかいうあの言い方によってはそれを日本語では例えば鱗雲だとかイワ雲だとか言うでしょうあれはその層をなしている雲の大きな分け方には入らないんですよ。 あれは呼び名だから。だけど、だって、そんなこと言、いや、ちぎれ雲がそうじゃない。ちぎれ雲ってどう呼べばいいのっていう。だから、いわゆるああいうのは副編集って編集になるわけですよ。だから、元はでっかいもんで、少しずつ、その卵巣音が変わって、ちぎれ雲になったりとか。だから、どちらかというと、歌は、その、なんとか、雲よりは。だから。ちぎれ雲とかね。ちぎれ雲はいやらしいですね。ちぎれ。 ちょっとあの変な時は藤中さん訂正してくださいね私もやりっぱなしになってますんでこれでも今までこういうあのあ雲の名前とかただねそのつもりでちょっと東京の往復にこれ持って行ったんですよ。で当然のことながら雲に一番近いとこを行ったり来たりするわけだからわからない雲の上出ると下から見る景色と変わっちゃうから。 でもそれはそれで雲を上からま一周見てるって幸せなことではありますが、私とにかく早く降りて、で、もうとりあえず目的地は早く行くって私全然旅してないんですよ。この間そのちょっと旅ということを話し合う機会があったんで、その時に移動は旅じゃないなとつくづく思いました。旅って何かって言ったら立ち止まる勇気ですよ。だからこの本を読んで私は雲を見上げる勇気だけは持ちます。皆さんもぜひそうなすが一日。 辛いいいこといっぱど、うん、れでも昼ちょっとお前行ってこいって言われた時にね泣き面で行くあるいはしかめ面で行くんだったらねいっぺんその日天気よかったら空見上げましょうその時に雲の名前知ってたらそれだけで豊かよ道を歩いてるの花が咲いてて花の名前知ってると豊かじゃないそれと同じように雲の名前知ってたら豊かだなそう思いますよそういう過ごし方もあるなと思ってこれとてもいい本だと思いました「星4つ半」